秀子さん、西岡さん。立憲民主国民社法無所属フォーラム国民民主党長崎1区選出、西岡秀子でございます。本日は初めて国土交通委員会で質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。まず冒頭、先の台風豪雨災害により犠牲となられました皆様に心より哀悼の意を表し、被災され今なお困難な状態におられる方に、多くの皆様に心よりお見舞いを申し上げまして質問に入らせていただきます。本日は政府提出の公安法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。まず本改正案は大きく2つの柱がございます。まず1つ目の海洋再生エネルギー発電設備等拠点港湾制度の創設についてお尋ねをいたします。先ほどから重複する質問がございましたので、なるべく重複を避けるために若干質問の順番等が変更して質問をさせていただきます。2018年に再エネ海域利用法が成立をいたしまして、その法律に基づき全国から海域の絞り込みが行われております。先ほどご答弁の中でもございましたけれども、先般秋田長崎で協議会が開催されまして、促進区域が11箇所指定をされる中で、現時点では4区域が有望海域ということで協議会が開催されたというふうに伺っております。また何箇所拠点港湾が作るかということもまだ未決定ということでございましたけれども、今時点で結構でございます。港湾指定、またその後電力発電洋上風力発電の電力会社の選定、また岸壁の改修工事も含めたこれからのスケジュールについて今分かっている段階で結構でございますので、ご説明をお願いいたします。高田港湾局長。お答え申し上げます。現在促進区域の指定のプロセスを今順次進めているところでございますが、本年7月末にすでに一定の準備段階に進んでいる区域として11区域を整理し、このうち4区域につきましては有望な区域として協議会の設置や国による風評支出調査を開始したところであります。再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾、いわゆる基地港湾でございますが、不当の地盤強度や岸壁推進、広さ等の要件、再エネ海域利用法に基づく洋上風力発電の導入見通し、地元の調整状況等を十分に勘案した上で今後指定することを想定しております。そのため法律に基づき手続きを進めますけれども、現時点でどの港湾を指定するかにつきましては定まっているものではございません。西岡さん。ありがとうございます。今時点ではスケジュールについてもまた具体的な見通しが決まっていないということで理解をさせていただきます。次に発電事業者へ今回長期貸付を認めるという法改正が行われますけれども、当然自然環境の保護調和ということは大前提の上で、すでに港湾を利用している他の事業者または漁業者の皆様との間で利害の調整や運用面の調整を図る体制というのが必要だと思いますけれども、この体制についてはどのような形を取られるのか、ご説明をお願いいたします。高田局長。お答え申し上げます。再エネ海域利用法におきましては、同法第9条に基づき促進区域の指定や海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための場としまして、経済産業大臣、国土交通大臣および関係都道府県知事が協議会を組織できることとされています。協議会には関係自治体の首長や漁業関係者等の利害関係者等が参加することとされておりまして、漁業関係者等の意向を踏まえ利害調整や運用面の調整を適切に図ってまいります。西岡さん。十分に他の事業者の皆様や漁業者の皆様との協議をしっかり
取って今後運用していただきたいと思います。次に本法律案の中には一部公安の公平な利用というものを制限するような項目も含まれていると考えております。拠点公安の指定貸し付けにあたってはより厳格な要件また基準が求められると思いますけれども、この公平性という観点をどのように担保されるようにお考えなのかをご説明をお願いいたします。高田局長。答え申し上げます。基地公安の指定にあたりまして、公平性透明性等を確保するために基地公安の指定に関する国の考え方について交通政策審議会公安分科会の意見を聞いた上で、公安法第3条の2に規定する公安及び開発保全航路の開発等に関する基本方針に記載し、公安管理者、風力発電事業者、その他の公安利用者にあらかじめ明示をする予定であります。また、再エネ海域療法における事業者の選定にあたりましては、経済産業大臣及び国土交通大臣が事業者から提出された公募専用計画につきまして、供給価格や事業実現性を総合的に評価するとともに、事業者が不正または不誠実な行為をする恐れがないかなどを審査しまして、公平性、公正性に留意しつつ評価をしていくこととしております。さらに基地公安の不当は複数の事業者が利用し、災害時などの公益上の特別の必要がある場合には第三者に使用を認めるなど公共性公益性を有するものと考えております。加えまして当該不当の貸付にあたりましては、国が発電事業者間の利害の調整や公安管理者等関係者との連携を適切に行ってまいりたいと考えております。西岡さん。ありがとうございます。電力会社の選定については公募で行うというご説明でございましたけれども、この公募することができる発電会社への基準、例えば海外資本の発電会社についてどのような対応といいますか、この公募での基準ということの中で海外資本ということについてどのような判断をされているのかということをお尋ねいたします。高田局長。お答え申し上げます。再エネ海域療法における事業者の選定にあたっては、経済産業大臣及び国土交通大臣が事業者から提出された公募専用計画について供給価格や事業実現性を総合的に評価するとともに、事業者が不正または不誠実な行為をする恐れがないかなどを審査し、公平性公正性に留意しながら評価をしていくこととしております。こうして選定された発電事業者に基地公安の不当を貸し付けることとしております。また我が国におきまして洋上風力産業を育成するためには、すでに導入が進んでいる欧州の先進的な取り組みを取り入れることも重要と認識をしております。したがいまして国土交通大臣及び経済産業大臣としては、公平性に留意しながら海外資本か否かにかかわらず適切に審査評価してまいります。西岡さん。今のご説明ですと、海外資本もさまざまな先進的な技術を取り入れるために選定する可能性があるということで理解をいたしました。ただ長期的な貸し付けを行うということで30年間という時間の中で、その先に例えば譲渡売買するという可能性も、これは大変厳格な基準のもとでしか考えられないので、大変現実的に起こりうるかどうかという判断についてもお尋ねをしたいのですが、そのような中で例えばその業者に譲渡売却するというような可能性があるのかどうかということについて、私自身はそのあたりについて危惧を持っておりますけれども、そのようなことについてどのようなお考えを今の時点でお持ちなのか、そのことについて説明をお願いいたします。高田局長。お答え申し上げます。整備された施設は国等が保有する行政財産であることから、国有財産法等により原則として譲渡が禁止されております。
したがって発電事業者への譲渡は想定をしておりません。これは海外資本の発電会社であっても同様と考えております。西岡さん、ありがとうございます。今のご説明で貸し付けることはあるけれども、例えば長期貸し付けの後に譲渡するということはないということで理解をさせていただきました。もう1点、洋上風力発電施設を設置する場合に必要な船として接付船というものが必要となります。現在国内には1隻しかないということでお伺いをいたしておりますけれども、今般の漁港の指定を含め今後の建造計画、その具体的な構想がもしありましたらお尋ねをさせていただきます。高田局長。お答え申し上げます。洋上風力発電を推進するにあたりましては、洋上においてその施設の建設作業を行う特殊な船舶、いわゆる接付船の確保が重要であると考えております。これまで我が国における接付船は港湾における建設工事等への対応を主たる目的としており、洋上風力発電の建設には必ずしも適切ではない小型のものが中心でありました。再エネ回帰療法の施行により洋上風力の普及に向けた環境整備が進むことでその需要が喚起され、我が国事業者による接付船の新造も大きく後押しをされると考えております。すでに我が国造船事業者等におきましても大型接付船建造の動きが見られております。私ども把握するところでは国内企業により建造された接付船の数は現在1隻でありますが、計画中の案件を含めますと計5隻となっております。洋上風力発電事業の推進における接付船利用の重要性に鑑み、今後も引き続き接付船の建造動向について注視をしてまいります。西岡さん。それではこの法案の2つ目の柱であります国際機関航路に就航するコンテナ船の寄港回数の維持拡大についてお尋ねをいたします。私も先ほどご報告がありました委員会による横浜南本牧コンテナターミナルの視察に参加をさせていただきました。資料でもお配りさせていただいておりますし、先ほどから議論があっております。世界の主要の港のコンテナ取扱いの量というのが中国、韓国、東南アジアに比べて我が国の港湾での取扱い量が大変低下をしている、このことにの原因についても先ほどから答弁がございました。また大臣から集荷、草加、競争力の強化、この3本柱で取り組むというお話がございましたけれども、まさにこの荷物を国内のみならず海外から集めていく、このことが大変今後のコンテナターミナルの拡大、維持拡大に大変重要な視点だと私も考えております。今このような大変日本にとって厳しい状況の中で、今後この国際コンテナ戦略港湾というものをどのように今後戦略を立てて取り組んでいかれるのかということについて簡単にご説明をお願いいたします。高田局長。現在欧州北米航路をはじめ中南米やアフリカ等の多方面多頻度の直行サービスを充実させることも一つの政策目標としまして、先ほどから申し上げた国内や東南アジア等からの広域集荷、大推進のコンテナターミナルの整備、 AI ターミナルの実現によるコンテナターミナルの生産性向上をはじめとした取り組みを進め、集荷総荷競争力強化といった戦略港湾政策のさらなる進化を図ってまいりたいと考えております。西岡さん。もう一点、現在のコンテナ業界の状況としては、例えば1995年には上位3社の占める割合というのは 17.3% であったものが、今年は上位3社の合計の占める割合が 44.8% まで高くなっております。これは M&A の動きによるものが大変大きいと思いますし、2017年に日本においてもワンが設立をされまして、今持ち株会社は日本にあり本社はシンガポールにあると伺っております。
この意味でもやはりこの集荷荷物を集めていくというところが大変大きなポイントとなるというふうに思いますけれども、その中で資料をお配りをいたしておりますけれども、日本の港湾の中には3種類の港湾の区分けがございまして、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、この全国の港湾も含めて、また地方の港湾も含め、どのような形でやはりネットワーク化をして、我が国としての物流の総合力を発揮していくのかということも大変重要なことではないかと考えております。この全国的な物流ネットワークということについて、どのように取り組んでいくお考えなのか、この戦略についてお尋ねをさせていただきます。高田局長。お答え申し上げます。臨海部に産業や都市が集積する島国の日本では、重量ベースで海外との貿易の 99.7% が港湾を経由しております。このため我が国全体として効率的かつ安定的なコンテナ物流ネットワークを構築する観点から、国際コンテナ戦略港湾における国際機関航路の運航便数の維持または増加に取り組むことを最優先事項としつつも、全国の生産消費地の近傍に港湾を適切に確保し、各地域の荷主ニーズにも的確に対応してまいりたいと考えております。また世界的な人口増加や新興国の発展による資源エネルギー需要の増大に伴う調達コストやリスクの増加が懸念される中で、大型船を活用した安定的かつ効率的な海上輸送ネットワークを形成するための国際バルク戦略港湾政策についても引き続き推進をしてまいります。さらに長距離ドライバーの労働力不足の問題が顕在化する中で、フェリー、ローロー等を活用した国内複合一貫輸送ネットワークの強化に資する港湾の機能強化も進めてまいります。今後も我が国全体として効率的かつ安定的な海上輸送ネットワークの形成を通じまして、国民の安全安心で豊かな暮らしを実現するために着実に取り組みを進めてまいります。西岡さん。直接このちょっと法改正とはちょっと関係ないことになりますけれども、地方港湾の関連で一つ、長崎県の国境離島である対馬、こちらは南部は伊豆原港、北部は日田勝港に、日田勝港は国際ターミナル港でございますけれども、今日韓関係の影響を受けまして、昨年年間41万人を超えた韓国からの観光客が激減をし、韓国からの観光客が経済を支えていただけに大変厳しい経済状況になっております。7月8月だけで10億円の経済損失があったと試算をされておりますし、9月の観光客が同年同月比から 90% 減少をいたしております。先般県も補正予算に追加する形で対馬観光誘客対策事業費として計上をいたしまして、国内旅行客を呼び込む施策、香港、台湾からの誘致などの施策、また国境離島新法を活用したさまざまな取り組みを続けております。この11月からさまざまな施策に取り組み始めておりますけれども、民間における交流は続いているものの、今の状況がやはり長期化する様相となっております。国として今取り組んでいただいていること、またぜひ国としてもお取り組みをぜひいただきたいと考えておりますけれども、このことの取り組みについてご説明をいただければと思います。観光庁高橋次長。お答えを申し上げます。委員ご指摘のとおり、対馬には昨年約41万人と多くの韓国人旅行客の方々においでをいただいておりますが、訪日旅行控えや釜山との定期航路の減便運休等によりまして、この夏以降ご指摘のとおり、その数は相当程度減少しているものと承知してございます。
こうした状況を受け、長崎県におきましては旅行商品の造成への支援等を実施いただいているところでございますが、観光庁といたしましてもこうした取り組みと共同いたしまして、多くの国内旅行客に対馬を訪れていただきますよう、旅行会社と連携して対馬の豊かな食や自然景観の魅力を生かした滞在型の旅行商品の企画販売の促進等に取り組んでまいります。また日韓の相互理解の基盤でございます韓国との交流につきましても、日本政府観光局による情報発信や韓国の旅行会社等との連携を継続いたしますとともに、他の幅広い国々からも多くの観光客にこれら地域を訪れていただけますよう、プロモーションや地域の観光コンテンツの充実、受け入れ環境の整備をさらに進めてまいります。韓国はもとより内外から幅広く多くの観光客の皆様に対馬を訪れていただけますよう、地域の関係者のお話を引き続きよくお伺いしつつ、旅行業界と連携して観光需要の喚起に取り組んでまいります。西岡さん、大変心強いご答弁をいただきましたけれども、ぜひ長期化する様相でございますので、国の方からもぜひ引き続きご支援をいただきたいということをお願いを申し上げたいと思います。先ほどご答弁の中で災害時の岸壁の使用についてのご説明がございましたけれども、赤羽大臣におかれましては大臣所信におきまして、事前防災の観点から岸壁強化ということを先般の所信で述べていただきました。今回の法改正についても、洋上風力発電施設の導入拡大の側面から、指定された港湾の整備や岸壁の耐久性の強化というものが必要となります。自然災害や緊急事態が発生した場合の、今回指定された漁港の使用については、先ほどお話がございましたけれども、例えば発電施設が自然災害によって大きな被害を受けた場合に、従前の港湾機能への支障となる恐れというものも十分考えられると思います。こういう場合にどのような対応をされるかということについて、ご説明をいただければと思います。赤羽国土交通大臣。はい、今ご質問の中にもありましたが、自然災害の発災時、今回はですね、発電事業者の貸し付けをする、貸し付けの条件の中にですね、いざというとき、自然災害の発災時で必要があると認めた場合には、第三者に対して当該不当を使用させるというのを貸し付け条件の中に入れると、これは国交省の省令において定めることを検討しております。またこの洋上風力発電設備そのものは、電気事業法および港湾法に基づく、技術基準の法令要求事項を満たすという必要がありますので、風圧ですとか地震等に対しての構造上、安全であるということを確保する。ということが確保することとしております。さらに洋上風力発電を設置するにあたりましては、船舶航行等を阻害することがないようにですね、航路等の隔離を確保するということも定められているということでございます。また洋上風力発電設備が万が一ですね、倒壊や部材の落下が発生した場合には、発電事業者が責任を持って倒壊した設備等の撤去を行うことを、国から発電事業者への専用条件の許可、専用許可の条件とすることを検討しておりまして、港湾機能への支障が発生しないように適切に対応してまいりたいと思っております。西岡さん。大臣ご丁寧な ご答弁ありがとうございます。ぜひもう今の状況ではいつどういう災害があってもおかしくないという状況もございますので、ぜひ万全のさまざまな側面からの万全の体制で進めていただきたいと思っております。関連いたしまして、これもちょっと直接法改正とは別の話になりますけれども、例えば南海トラフ地震につきましては、今後30年以内に80% の確率で発生する可能性があるという予測が出ているということは、大変この状況というのは、もう待ったなしの対策を取らなければいけないような確率での予測が出ているということで、さまざまお取り組みをいただいているというふうに思いますけれども、特に海岸岸壁の対策というのが南海トラフの場合重要でございますけれども、この
対策について今どのような取り組みがなされているのか、取り組み の今後の見通し等ございましたらご説明をお願いいたします。赤羽大臣。今のお話がありましたようにですね、この政府の中央防災会議で、向こう30年で発生率が 80% ってこれ大変深刻だということだというふうに私たちもそう認識をしております。南海トラフ地震等の大規模地震津波からですね、国民の皆様の命と財産を守るために、私たちはハードソフト両面からの防災対策、減災対策が必要だということで認識をしております。まずハードにつきましては、地震津波被害から港湾および背後地を防護するための海岸堤防等の整備、また非常災害時にも海上物流ネットワークを維持するための耐震強化岸壁の整備等に取り組んでいるところでございます。ソフト面につきましては、各港湾管理者等ともにですね、港湾 BCP の策定を行うとともに、港湾ごとに津波避難訓練等の実施に取り組んでいるところでございますし、その推進をしていきたいと考えております。冒頭申し上げましたように、国交省としましても南海トラフ地震の切迫性等を踏まえまして、大規模地震津波に対するハードソフト両面にわたる総合的な防災減災対策を進めて、しっかり国民の皆様の命と暮らしを守っていけるように万全の対策を取っていきたいと考えております。西岡さん。大臣ありがとうございます。引き続き万全の、これは南海トラフだけではございませんけれども、さまざまな予測可能性が数字的に出ていることについては、特に緊急性を持ってお取り組みをいただければと思います。ちょっとまた質問が戻りますけれども、地方港湾の整備促進機能強化についてでございますけれども、まさに先ほどから大臣もまた質疑の中でもあっておりますけれども、この港湾というのは海に囲まれた我が国にとりまして、また人の流れ、また物流の拠点として、特に地方にとっては地方創生の要であると言えると思います。地域の活性化ですとか、産業振興、特に基幹産業造船を中心としました、特にものづくり産業にとっては大変大切な拠点でございます。先ほど大臣もこのやっぱり港湾の役割が衰退していくと、ものづくりも衰退していくというお話もありましたけれども、まさに私もそのような危機感を持っております。こういう意味でもやはり地域の港湾設備というものを有効に使っていくということは、全国的に大変重要な活用をしていくということは重要なことだと思いますし、それぞれの役割と申しますか、今回法改正が行われる重要港湾のはそれぞれのそういう役割を果たすということで、3種類の港湾指定もございます。それ以外の港湾についてもそれぞれの地域の成り合いを支えている大変大切なところでございますし、今港湾海岸というのは町づくりと直結をした大切な拠点という意味でも、ぜひ地方創生という視点に立っても、この港湾というもののぜひ整備、拡充、また活用というものに取り組んでいただければと思っております。ちょっとご紹介でございますけれども、配らせていただいた資料には、特に九州はアジアと近い地域でございまして、特に先ほど釜山からの荷物のお話もございましたけれども、九州地方整備局港湾空港部の方で作っていただいておりますけれども、九州コネクトポート構想ということで、中長期的にやはり港湾海岸をやはりこう九州一体となって構想をしっかり立てて戦略的に取り組んでいこうということでございますので、九州だけではないですけれども、それぞれの地域でそれぞれの県単独でできることではありませんので、やはり大きな塊としての構想というのも大変必要な視点ではないかと考えております。最後になりますけれども、大臣が所信で述べられておりましたテックフォースの派遣、またアイコンストラクションの取り組みというものが大変ICT、ドローン、AI などの新技術を活用した中で、
例えば被害状況の迅速な把握ですとか、被害の発生や拡大を防止するという意味で、大変災害、また発生時もそうですけれども、復旧復興に大変大きな役割を果たしていただいている、このことをぜひ、また大臣も所信で述べられておりますので、ぜひ強力に今後とも推進をしていただきたいということを最後に申し上げ、時間となりましたので、これで私の質疑を終わらせていただきます。本日は誠にありがとうございました。次に伊藤